こんにちは、ソッックニッターのまゆみです今日はこの毛糸を全部使ってレッグウォーマーを編んでいきたいと思いますレッグウォーマーというかアンクルウォーマーというか足首のところを温めるものを編みたいと思いますできるだけ大きなものを編みたいのでちょっと計算しようと思ってはかりを持ってきましたちょっと平らじゃないけどまずはモネは靴下と えと指,なしあ指先なし手袋を編みました14あちょっともう一回しますね平らじゃないんでちょっと正確じゃないけど1 4ムですねであとこれは1 0ムだと思うんですよねあちょっとやっぱり重く計らされた でじゃあこのミニボール少し使ったもの 9g ともう1個のミニボール多分これをお茶目な友達です合わせて 13g14g10g あ1 0ム全部足しちゃえばよかったんだ <laughs> 重ねれば計算しなくて済むぞちょっと待ってくださいねあー乗らないよ 映ってますか 39g じゃあ 40g ということで半分にして 20cm20cm 20編めるとしてえっ、ー、と。 20cm の分こう横編みでこう行きたいと思いますで好きなところでガーター編みというかをしていきたいと思います前回の横編み靴下みたいな感じでいきたいと思いますで10ゲージを計算したいのですがこの横編みの時の目安にして 1cm4 目なので 20cm で80目 80目編編んでで左右みみができるかやってみたいいと思いま,すまずはモネからやってみてでこのこれを同時編みで入れて最後にこれを使うという感じにして、うん、縦にモネ入ってこれ入ってこれがちょびっと入るという感じにしていきたいと思います。 ではモネをもう内側と外側がどこがどこかよく分かんなくなっちゃったけど、えっと、いつものアッティ 80cm のアバリでできるかどうかやってみたいと思います。難しかったら 100cm のにしたいし、えっと、同時編みじゃなくて片っぽでもいきたいと思います。これが外側だから内側から使ったのあったはずなんだけどな。 両方赤ですねで。こんな感じに一目を作ってで下の針に通して最近もうちょ横編みにはまってますね。12345678910112131415161720。 30 40 50あんまりきつくすると取れづらいと思うので。 とゆくしたいんですけどね。きつかったかな。こうして、こっちにずらしておきます。で、また下の針の方につけて。ちょっとアップでいきます。六十回回します、ね。五、六。 8 9 10これが邪魔ですねちょっと二十20234567893040。20 60間違えてなければいいな前は107で編んで同時編みじゃなかったからなえっ、ー、と下の針だけ引っ張って。 こっちで、編んでいきます。五。六。七。八。九。十。あれ。六十目じゃなくて、八十目だったので、ここから二十目足します。 危ない危ないあここが結んであるし直しながらいきますこんなふうに緩くなってても多分大丈夫だと思います12346789101234678910ターキッシュキャストオンというので後でここを拾っていきます ちょっとこうして持っとこうかな。でもう片方。さっき六十目で作っちゃったんですよ、危ない、編み始めるとこでした。し。うん。十。二十。 30405060でしたよ。 あと20ですね7080間違ってなければ80だと思いますで下の針を持ってきて表編みをしていきます裏編みの時だけうーん10目型編みにしようと思っています 表編みはこんな風にコードと針の間を編んでいくだけです。おなんか80と80で160前回は靴下の時片方107目だっけ207目だったっけいや107目だったはずなのでそれより長いのでちょっと心配ですがこれくらい余ってるので。 このまんま編んでみようと思っていますちょっと横編み同時編みあ、横編み左右同時編みややこしなしてみたかったんですよね こっち数えるの忘れたけどいいかな80数えるって相当大変ですよね 編んでもまだあります。<laughs> この裏編みが恐ろしいですね。でもたまに表編みをしちゃおうと思っています。で最後にこれを閉じる時、えー、ときにえっといつも裏を外側にしてあのなんか二目一気に編むみたいな感じにしてるんですけど、それを表を見て閉じたら。 裏編みみたいに見えるかなと思います。おお、厳しいかもしれませんね。二四、あ、数えるのはやめよう。<laughs> こっちで数えます。で、こっちは裏,や裏,裏編みで数えたいと思います。一、二、三。 5678910112131415161718192021 1 22、23、24、25、26、27、28、29、30、 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5七、6 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3六4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 9 7172おこうなろうとしたんですけどこう戻せば大丈夫です74五、七7576777879あれ,75あれもう一回数えるのが大変なんだよな。 にしろやとにしろや二十に,にしろや三十にしろや四十にしろや五十にしろや六十に,にしろや 72 4, 4, 8,、4、6、8、8、10微妙に82だないいか、81 82、82ちょっと長めにできた方がいいですもんねじゃあこっちは82目でいきますで、ひっくり返してコードはそのまんまで裏編みに行っても10目だけは表編みしますガーター編みにしたいからです この糸端は最後の最後にか片付けますじゃなくて糸始末します。二、三、四、五、六、七、八、九、十でしばらくマーカーをつけておいて、ここまでは裏編みの時に表編みするんだよって。 マークをつけておきたいと思います。 あーこの色の混ざりがとっても楽しいですちょっとなんせ62目の裏編みですからちょっと時間がかかりますがもう少しお付き合いくださいそしてもう片方の方のえっ、ー、と80目も数えながら裏編みをして 一旦カットしたいいと思いますでその続きは実は日曜日のライブになるのですがなので今その準備中でちょっと急ぎながら編んでおります。なので本当は1個違う針で編んで1段か2段編んでから違う糸に持ち帰るなんて動画にしようかなと思ってたのをすっかり忘れていつものように。 作り目をしてしまいました。あ、これはちょっと厳しそうだな。よし、裏編みが終わったら。やっぱり百センチの。輪針で。それでもダメだったら、百センチと八十センチの二本が前で。いきたいと思います。もしかしたら、二つ離して。一個。の。針で編んだら、もう一案。違う針で編むっていう感じの同時編みっていうのも。ありかな。 と思いますえっ、ー、と下のこれがこっちの方が編まなくてもいい方です。で上の方を編んでいきたいのですがきついので動きが悪いですね。いやー頑張るもんですね8 0ンチのあばり。 マーカーカをつけますすそうですよね2 0センチのものを上と下で8 0センチになっちゃうからやっぱ8 0センチの終わりじゃダメですね。マーカーをつけといてここまで表編みそしてここから裏編み。で表の方にこうしておいた方が邪魔にもならないし引き返して編む時にねちょっとこう。 編み込んんででしまうんですよなので気をつけてください。2四十1617181920242526。 二十七二十八二十九三十三十一三十二三十四三十五三十六三十七三十八三十九 あきついな404142434454647484950んか琵琶のようなオレンジ色が出てきました。

79あれ80おお8182ミラクルが起きました両方とも80目作ったつもりが82目ちゃんと作ってましたなんでかわかんないけどこのままいきたいと思いますということで続きはライブでご覧くださいどうなるか楽しみにしててください8センチくらい編んできました えと途中からこの糸で編んでたんですがこっちの方が先になくなったのでこの後ろから持ってきてもいいんですけど、えー、とちょうどこのミニボールの大きさがこっちの方が大きいこっちの方が大きいんですがこっち少し使っててこっち使ってないのでこっちの使ってないのをこっちにしてでこれが使い終わったらこれにしていいきたとと思いますちょっと長さを揃えていきたいと思います。 でこれを中から出したいのですがやってみますえっ、ー、とミニボールの出し方はまず帯を取って外側のをこんな風にちょっと邪魔にならないようにくるっとしておきますこ,こういうとこに刺さってる場合はもう取って外に巻きますそしてあ取れちゃったけどこうやって大きくしてこんな風にふわふわにして。 何の糸かなとか中の糸をこう見ながら中のものを大きくして大きくしてそしたらここの穴がちっちゃくなるかちょっとこう指入れてこの中の塊が大きくなるようにふわふわにします帯でキュッとなってたと思うのでなんかこう塊みたいなのを感じるんですけどそれをおっきくおっきくします。 で真ん中の真ん中の塊がこれくらいの小さい卵みたいなのが出ると思うのでそれが人差し指に当たるまであこっちから指入んないからで大きくしますそろそろいけそうでこの外の糸を今度こそ丸くしてでかぎ針編みかぎ針をこの穴から入れます。 真ん中ぐらいのものを。こうです。ぺこ。あ、ちょっと大きかったかな。これでも。という風に出してきます。楽しい！で、これをつなげて編んでみたいと思います。つなげ方は残り10センチぐらい。ちょっともう少し長いか。じゃあ、あと2目くらい編みます。 あ裏編みだった1 0ンチくらいになったらこれくらいですねたらこの新しい糸をここに入れて両方できたら押さえれたらいいですねで挟めるようにこう編みます。で、次を こうして、こっちが古い糸をこう上に持っていって2本で裏編みをする感じで下に持ってきて裏編み上に持っていって裏編みこれを10目ほど繰り返します。 あーでももっと残してもよかったかな今度こっちでも糸始末したいので古い糸もを今度はこっちに持ってきて今度は新しい赤で編んでいきます多分テントだと思われるミニボールですのミニボールは、えっと、何かを帯に書いてないんですね何番のかなので。 使ってみないとわからないという外から想像するという感じですね。1玉 10g で、えっ、ー、と、サイズでは200円くらいで売っているそうです。インターネットではもう少し高いかな。でも、もし売ってたらいろんな毛糸を試したいときにはおすすめです。私もまだお店で見つかって 見つけたことないのでこんな風にして糸始末し,しながら進めていきます編んでる時にですねこれちょっと邪魔だったんだけど下の針の方がちょっとこう糸あのこの針が邪魔でどっちで編むかわかんなくなるのでこんな風にして置いて邪魔にならないようにしていました では続きを編んでいきます。モネを使い切りました。13g でしたっけ ?14g でしたっけで 6cm ぐらい。でこの水色のでは 2cm ぐらいででこれ 10g で多分2 0ンチぐらいで全部で2 9ンチぐらいになるんじゃないかなとは思っています。では編んでいきます。ここまで編んできました。 えーと残り少ないのにまだちょっと長さが足りなくて幅が足りなくて1 2ンチぐらいしかなくてあれって思ってちょっと計算間違いをしてるなってことに気がつきました、えー、と靴下の幅で2 0ンチ編めるけど、えー、とレッグオーマーだったらもっと太くしなきゃいけないんですね幅をなのでうんえっ、ー、といつものかかとが通るところらへんが 何目かで計算して、大体そこは22センチくらいなので、これくらいの幅があればいいかなと思って、逆にこっちが多分14.5センチくらいなので、14センチくらいのところにしようと思って編み直すことにしました。 ちょっとややこしくなりますが、編み終わったら 40g で何 cm のレッグオーマーが作れたかをお知らせしておきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。14cm のところが数えたら48目だったので48目でいこうかなと思います。でこう見た時にバランスでちょっと8目にして、でっと40目、えっと こっちのカーター、あ、こっちのメリアス編みのところをしてみたいと思います。こんな風に何段かに一度表編みをしているとこんな風になります。で、混ざり具合とか、この2倍の感じになるようなイメージだと思うので、ここがモネのジベルニーの家。で、ここが多分お茶目な友達で、ここが多分テントウムシの部分です。 この柄は今しか見れないので取っておきたいなと思っています。ちょっともったいないけど、また編み直したいと思います。さらっと編み直しますって言いますけど、こっからちょっと長いんですが、それは省いていきたいと思います。ちょっとこういう時はめぎちゃうけど、うん。 動画を撮ってるから頑張って編めると思います。いつもおかげさまで頑張れています。なんかここ波って、ここがピアノみたいで面白いですね。ではではほどいてきます。ギリギリまで編んできました。ギリギリというのは、この結び目がマークになってて、えっ、ー、と、糸の端っこからこの長さの3倍。 分のところに、あ、ちょ、3倍じゃないか。3倍のちょっとのところに、このマークをつけてて、これギリギリまで。あと、まず、こっちは目そうだけど、表編みで終わりたいので、ここで終わりにしたいと思います。で、こことここを、表のまま閉じていきたいと思います。メリアスハギを回避する方法で、えっ、ー、と、 2つの針でこの針でこう閉じていけるといいと思うんですけどこことここで、えっと、2目を一度にしたいんですけどこことここでするとここで外れないんですねなのでやっぱりもう一本必要かなと思いますでここを閉じていきたいと思います今回は表を外側にしてするとここがポコッとこう三つ編みみたいなのがこう見えてくると思うのでそれも飾りになるかなと思います で表編みで終わっあ裏編みで終わったので糸がこっち側にあるんですがそれでも止めれると思うのでやってみたいと思います。えっと表の方は表裏の方は、ま、向きはこっちでいいと思うんですけどあれこの1目なんか違う気がするなあー最初の1目かな。 これはこれは関係ないのでこっちがビヨンってなりそうあこうですねこことここを一緒にして端っこで表編みをしますそしてもう一目編んでからあちょっとうまく取れなかったのでもう一目編んでからここを重ねて 伏せ止,止めみたいにしていきます。何目かすると分かると思うんですけど、この表側に三つ編みみたいな部分が見えてくるので、それもステッチみたいになるかなと思います。何目かやっていきます。 あ閉じる前に何センチか。じゃもう片方の方を何センチかの大きさになったかお見せしたいと思います。今回ちょっと横編みでいこうとして、計算がまだうまくいかずに編み直しになってしまいましたが、 使い切るようにっていう横編みっていうのが難しいかな。でも計算できるようになったらできるかな。そして同時編みをすると使い切ることができるんですよね。こんな風に印をつけて最後まで使い切るみたいな感じで。本当だったら一玉を同時編みしてると思うのでと使い切りそうになったらあんな風にこう長さを測って 印をつけておいて3倍。こう、伏せ止めしたかったらその3倍。えっと、伸びる伏せ止めだったら6倍から8倍ぐらいの分を取っておいて、で、ギリギリまで編むことができる。そのためにはやっぱり同時編みをしてた方がいいのかなと思います。これは足首を温めるアンクルウォーマーになる予定です。 では端までしていきたいと思います。こんな感じのステッチが出ました。でも平らにするとパッと見はこうガーター編みみたいな。ここがガーター編みなんですけど、隣にね。ガーター編みみたいな感じになりました。で、このがこのガーター編みのとこのちょっとボこっとへっこんでえっとでメリヤス編みでこのガーター編みしたところがあるので、ちょっとピンとしてあんまり。 く、まあ、るとはなってるけどあのリストウォーマーみたいにすごいくるっとなる感じではないですね。でここが多分あのピアノみたいなとこだったテントウムシの部分でここがモネの部分です。こっちはテントウムシとモネだけだったかなちょっと愉快な仲間が入ってるあここら辺だと思います。 愉快な仲間が入っています違う、お茶目な友達だったお茶目な友達が入っていますもう片っぽのを閉じる前に何センチだったかちょっと測っておこうと思いますお、結構ありますね26センチのここがくるっとしちゃったんですよね 10… 14センチの予定だったんですが13センチになりました 閉じていきたいと思います。裏はこんな感じです。結構糸始末しながら。いきました。裏もなかなかいいんですよね。こうなっても。面白いかもしれませんね。全部カー片編みすると、こういうふうになるんだと思います。ここが。お茶目な。友達で。ここがモネで。ここが。おっき。あのミニボールの。 1つ分でこれぐらい編めます。そっか、面積がどれくらいか。あ、ミニボール1個ちょっとだからちょっと確かじゃないけど、11センチと13センチ、11センチかける ×13 センチ、100、あれ、計算できない、143平方センチメートル編めるというのをお知らせしておきます。あと、やってて気づいたことは、えっ、ー、と、 6g 1時間で編むのかな,ってなのでえっとまあ編み直しもしたんだけど編み直しした時もこの 40g が7時間ぐらいまあでもガーター編みだからちょっと遅いけどガーター編み入るとあガータ編みっていうか引き返し編みで裏編みが入るとうん1.5倍くらいの時間がかかるかなと思いますということでこれも閉じていきたいと思います最後のところお見せします 残り2目ですこんなふうに針2本であ全部で3本で編むことってそうそうないと思うのであと2目お楽しみください。で最後1目そしてこんな感じでカーター編みのとこなんかすごく好きですね。で最初の1目のところはこうピッとして。 でこのこれもちょっと絡めて置きたいけど、うんこうして糸始末します。余ったのはこれくらいなのでやっぱり一段あ一段編めたかなぐらいですね。これも何かにまた使いたいと思います。と。 始末をしていきます。赤はこの赤いところ、ガーター編みなので楽ですね。こうまあくるくるしながら端の端の方まで針が届くギリギリまでして。 あもう少しいけるかなできるだけ内側に入ったところで終わるようにしてこの先一丁だけをこうピーと出して引っ張った方がいいんですよねで切っておきます もう片っぽは黄色なので本当はここにこうこういうふうになるんですけどいつもこっちを外になってここに線が入らないようにしたいんですけどね今度なんか工夫してみたいと思います。ちょっとこっちの方のカーター編みのところに糸始末します。 レッグオーマーもえっ、ー、と横編みの練習にはすごいいいかなと思いますかかとの部分をしなくてもいいだけちょっと楽かなと思いますでこれも切ってとじ針しまってこんな感じで。 出来上がりましたアンクルウォーーマーですちょっと靴下を履かずに足首だけを温めて寝るのに最適かなと思います。ということで今日は横編みアンクルウォーマーでした。最後まで見てくださりどうもありがとうございました。また明日の朝6時にお会いしましょう。